ろしくお願いいたします。竹本会長。はいはい、はい、聞こえますか？ありがとうございます。はい、よかった、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、去年もこの、上野公園の署名活動の前にご出演していただきましたので、ちょうど1年ぶりということになります。そうですね、はい、はい、よろしく。あ、コメントありがとうございます。はい、竹本代表にね、たくさんコメントが来てます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では早速、はい、今度の街頭活動、3月30日1週間後にあるので、ちょっとお知らせもよろしいでしょうか？はい、そちらの告知から。はい、はい、早く お休みになっちゃう方もいらっしゃるかもしれないので。あ、なるほど、はい、わかりました。はい、はい、街頭活動の予告といたしまして、3月30日今度の来週の土曜日なんですけれども、はい、東京都内、上野公園の西郷隆盛像の銅像のところから、石段を降りてきたところの歩道で、拉致被害者救出10時半から13時半までの3時間で、もし、はい、お時間に、余裕のある方は、ご準備の方ご協力いただける方は、10時に現地においでいただければと思います。週間の方だと晴れなので大丈夫だと思うんですが、はい、毎日雨の場合は JR 上野駅の屋根のある部分にちょっと移動して行う予定でおります。あ、はい、わかりました。はい、はい、今ちょっと地図の方を出しておりますので、はい、そうですね、晴れている場合はこちらということです。はい、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 でこちらでお写真で見ていただくと、うん、階段が映ってるところの写真ちょっと出しておきましょうか。バス停が近くにありますね。こんな感じで、はい、うん、はい、この階段、そうですね、降りてきたところの右側ってことですね。はい、でそうですね、はい、はい、で行っておりますので、まあ、上りが立ってますし、だいたい 4,50 人いますので、仲間がすぐ分かると思います。すごいですね、 4,50 人。はい、はい、それであと8月15日も、平日の木曜日なんですけどもね、都内で、はい、九段下駅から靖国神社に向かう歩道で、12時から16時まで、4時間、街頭署名活動を毎年行ってます。はい、スクール会会館までは、はい、都内ではこの2カ所ですね、上野公園と、うんうんうん、8月15日の靖国の前ということで、街頭活動をやっていますので、お時間のある方は、はい、ぜひおいでいただければと思いますし、今度の30日は桜満開ですので、ぜひそうですね、はい、午前中というかね、まあ、1時半ぐらいまで活動されて、あと桜見物もいいかと思いますので、うん、ぜひおいでいただければと思います。はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。もしよかったらですね、はい、まあ、もちろん来ていただいて署名をしていただけるのが一番、まあ、ありがたいんですが、よかったら30分とか1時間とか、まあ、全ての時間無理でもお手伝いしていただくと、まあ、こういう署名用紙を持ってお願いする側の立場っていうのになると、まあ、いろんなものを感じたり、見えてくるものもあると思いますので、よかったらぜひ、お手伝いの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、あ、参加しますという声がたくさんありましたね。あ、ありがとうございます。はい、あと、また毎月埼玉県内では第2日曜日、14時から16時まで、JR 浦和駅西口の伊勢丹前で、
該当署名活動、拉致被害者家族、特定失踪者の家族の皆様とともに行っております。はい、あの奇数月の第3日曜日は四季駅、これ東武東上線の四季駅で、13時半から、はい、15時20分まで、あとは奇数月の第4日曜日、まあ、今日もそうだったんですけれども、 JR 熊谷駅の北口前で、はい、14時から16時まで街頭活動を行っております。こちらも、田口彩子さんのお姉さん鈴木雅子さんも、今日もおいでいただいて、人数がちょっとね、11人ということで少なかったんですけれども、まあ、24室の署名いただいて、おります。あと、まあ、平成30年度の方は、はい、雨天中止も2回あり、実際には埼玉県内では27カ所、うん、都内で2カ所、合計29カ所街頭活動を行って、延べ のボランティアの仲間は632人で、署名の数が3695筆、貴重な署名をいただきました。すごいです。また、2万枚の以上のチラシの方も、はい、配布して、特定失踪者、また全県にわたって、拉致の可能性を否定できない、方々がいらっしゃるという分かりやすいチラシも配らせていただきました。はい、ありがとうございます。で、この時に特徴的なのは、北朝鮮問題がニュースなどで取り上げられると、署名が増えます。あと関心が高まるということですね。そうなんですね。はい、若い学生さんや若い人の署名が少ないんで、うちの会としては昨年新しく可愛らしいブルーリボン のデザイン缶バッジを作ってですね、若い方が署名してくれたら、はい、これ気に入ってたらくれたら差し上げますよということで無料で差し上げて、カバンなどにつけていただいて何かの時には話題にしてもらいたいということで、若い層への積極的な働きかけ、可愛いブルーリボンの缶バッジを、ね、差し上げて、広げようと思っております。はい、ありがとうございます。缶バッジは、まあ、若い方20代とか、まあ、10代の方には差し上げているという形なんでしょうか。そうなんです。はい、他の皆さんにはやはりちょっとお金もかかってますんで、2個で500円とか1個だったら300円という形でちょっと、はい、まあ、寄付していただいた方には差し上げたりはしているんですけども、はい、はい、わかりました。そうですね、もうこの若年層の署名が少ない、あと、まあ、まあ知らないということもあって、すくかい埼玉さんでは、その若い方に関心が高まるようにということで、はい、秋葉原で署名活動なんかいいと思うのですがっていうコメントも来ましたね。そうですね、一度考えたことはありますね。そうですか。秋葉原でやろうか、はい、トゲ抜き地図のある場所あるんですけど、なんて言ったかな、巣鴨、巣鴨でやろうか迷ったことあったんですよ。はいはい、そうですか。最終的に巣鴨でやりまして、はい、やはり年配の方多いですから非常に署名も集まりました。はい、で今度若い人向けに秋葉原もちょっと、うん、検討してみたいと思っております。はい、ありがとうございます。やはり集まりますからね、秋葉原は若い人が。いや、もうすくかい埼玉さんのね、もう本当に精力的な活動のおかげで知ってくださってる方とか若い方にこの啓発ができているのが本当にありがたいと思います。ね、秋葉原で署名活動いいと思いますというコメントが来てます。はい、ぜひやるときには皆さんも お集まりいただければと思いますので。そうですね、はい、はい、よかったら皆さんぜひ集まってください。よろしくお願いします。はい、はい、今日も秋葉原にいたら若い人が安全保障の話を熱く語っていましたよと。そうなんですね。そうですね、若い方がやっぱり拉致問題のことをまず知っている方が少ないということで、まあ、でもそれでも救う会埼玉さんのおかげで埼玉県ではアニメめぐみの市長の、統計というんですかね、
後でお、ね、はい、お話ししますけれども、うん、結構高い率で、はい、上田知事のご協力が、そうですよね、結構高い率で、県民の皆さんのご協力もあって、はい、ありがたいことです、はい、見ていただいております。はい、ありがたいことですよね。やっぱ知ってもらうというのがもう一番最初ですからね。そうですね、はい、今日もその知ってもらう教育についても、中盤でちょっとお話しさせていただきたいと思います。あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、ぜひ皆さん、はい、よろしくお願いします。来てくださいね、30日。ぜひ、内閣府拉致対策本部で、いただいた、パンフレットも配って、海外から来た人たちにも拉致問題を知ってもらうということで、結構、はい、拉致対策本部のは A4 版でいい冊子なんですね。結構重いですけども、はいはい、持って行って、うん、まあ、英語喋れるメンバーも何人かいるので、どんどんとアタックしていきたいと思っております。そうですね、ありがたいです。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。そうですか、なるほど。海外の人がね、半分ぐらいいるんじゃないかっていう意見もあるんですけど、結構たくさん外国の方が通られますか、ここは。通ります。いや、あ、そうですか。仲間を呼んで、変わってもらうんですけど、はい、なるほど、はいはいはい、あ、アニメ「恵みは関東の学校で上映されているのですか」というコメントが来ていますが、はい、ま、だその学校でやるように指示は出てるはずですので、はい、学校教育で全ての、ね、埼玉で中学校の DVD は、うん、配られてます。はい、はい、さん、よろしくお願いいたします。六角のパンフレット、はい、今日月さん工作選手旅館の方にパンフレットを取りに行く準備をされていましたね。あ、そうですか、はい、ありがとうございます、はい、あ、各自治体の町内会などで署名してもらうのは厳しいですかねというコメントが来てますが、これはどうなんでしょうか。そうですね、以前まあ、埼玉県のある市でやったんですけども、はい、やはり個人情報の関係あるんで、はい、まあ、回覧板形式で回すのはどうなんだっていう結構苦情は出ましたね。あ、苦情ですか。なので意思のない人、うん、署名する意思のない人が分かっちゃうわけですね、町内会でこの回覧板形式で回すとね、うん、それが問題だっていう意見も結構市役所には来たみたいで、まあ、埼玉県のある市ではそれをやったんですけども、はい、うん、はい、まあ、賛否両論ありますよね、うん、まあ、強制になってしまうような風に取られる場合もあるということですかね。なるほど、そうですね、難しいですね、はい、代理署名の方も受け付けておりますので、はい、ぜひご連絡ください。うん、はい、よろしくお願いいたします。またこの次月の最後にももう一回告知もしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ではちょっとご報告ということで、はい、埼玉県の吉川市でちょっとブルーリボンバッジの、まあ、悪用と言っていい内容の事案が発生しましたので、ちょっとそれを簡単にご紹介して、皆様のご意見もちょっとまた書き込みもいただきながら意見交換できればと思います。埼玉県の東部には、はい、ました、まずちょっと皆さんにちょっと一つのイラストを見ていただきます。は、あ、そうですね、はい、はい、こういうイラストがちょっと見えますか皆さん。札束がね、待ってる男性が、スーツ姿ですが、はい、これは皆さんどういうふうに見えますでしょうか。このスーツについてる青いものは何に見えますか皆さん。もうちょっとアップになるといいんですけどね。
い、ちょっとぼやけてしまうかもしれないですが、はい、あの竹本代表お話ししてください。あ、いいですか、はいはい、これは、はっきりブルーリボンに見えます。あの下 の、 あの、うんうん、切れ目も分かります。で、これは埼玉県東部に吉川市という市があります。その、市長である中原市長は毎年、この方県議時代も拉致問題署名活動も熱心で、市長になっても毎年私たちと一緒に、吉川駅前で2時間フルに、街頭に立って市議会議員の先生たちにも声をかけて参加していただいて熱くマイクで訴えてくれる本当に数少ない市長なんですね。で今年、その市長選挙がありました。で、はい、その反市長派の、この真ん中の方ですね、はい、そうですね。でその反市長派の市民の会と言われているところの、はい、方が配ったチラシが先ほど の、 あのチラシなんですね。いかにも、ブルーリボンバッジをつけている市長が金をばらまいている悪徳政治家風の挿絵にしているんですね。最初の挿絵にはこのブルーリボンバッジはついてないんですが、2番目に、作ったは挿絵にはこのあえてブルーリボンバッジをつけてるんですね。そして大量に書いて、はい、こういう全体に見たらこういうね、はい、ね、チラシが、反市長派の方から配られたわけですが、これもともとあのフリー素材のイラストでして、元のイラストの方の、お金をばらくまく政治家のイラストというのがこれになります、はい、これ見ていただくと分かるように、議員バッジのような金色の丸いものがついてますが、青色のものはついておりません。反市長派の配ったチラシの先ほど1個前のね、皆さんに見ていただいた方をアップにしますと、ちょっと胸元アップにしましょうか、はい、こういう感じでね、はい、ネクタイの横に青いものがついているわけです。そうですね、でこの問題についてこの市民の会に公開質問状を出しました。2月の20日、はいはい、市長選挙が終わった後余裕を持って、期限を設けて、回答してくださいということで丁寧に、書き留めで送ったんですけれども何の返事もなく、はい、そのため、やはりこのままだともう放置されるということで、吉川の市議会の議長に、この問題について文書で正しました。そうしたところ3月の14日に議長から市民の会は責任を持って、丁寧に対応するように督促され、ようやくその翌日の15日に問題の市民の会は、ちょっと前略しますけども、イラストについては特別の意味意図はございません、しかしながらご意見や問い合わせなどをいただきました、不快に思われたとのことで今後開放に掲載する という、これ謝罪文と読んでいいのかどうかちょっと微妙だと思うんですが、そういう回答の文書をいただきました。これは、近日中にホームページの方にもアップしていきたいと思っております。あ、はい、スクーカイサイトマさんのホームページの方にアップされるということですね。はい、そうですね、はい、ちょっとねこういう方がチラシの制作責任者ということで藤畑聡さん、はい、この方のフェイスブックの方を見ますと、いろんな方から、ちゃんと答えた方がいいんじゃないかっていうコメントが来ていますが、そういうふうに救う会埼玉さんから申し入れがあった頃ぐらいからフェイスブックの更新が止まっております、一切何も書かれていらっしゃいません。
ちょっと残念だなという思いがします。ね、そうなんです。回収しなかったですね、最終的にね。もう配りっぱなしでしたね。はい、最初はね、謝罪もしません、撤回もしませんって言ってふうにおっしゃってましたね。でもね、そうなんです。意図がないのに書き加えるというのはどういうことなのかというのと、あとあれがブルーリボンバッジだったということは認められてないので、あれはデザインだとかなんか苦し紛れのこと言ってましたね。はい、まあ、いろんな人がいろんなふうに取るとかと捉え方も個人差があるみたいな、なんかね、結局言い逃れされた形で、過去にねこういうのがありましたね。 TBS ドラマでね、ブルーリボンバッジをつけた、まあ、あの代議士が、悪いことしているっていうような、そういうのが過去にありまして、あれは TBS 側が結局ホームページで謝罪をしまして、もう再放送もしないというふうに答えたんですね。官房長官も不快意感を示したというのがありました。竹本代表、この候補者の背後団体はどこですか？そうですね、いろんな立場の人たちが集まってるんでね、そうですね、まあ、古畑聡さんは、はい、はい、過去に、まあ、こういう方が選挙応援もされていらっしゃいます。はい、はい、もうちょっとアップしますか、はい、ということです。はい、みずほさんがね、そうです、選挙応援に来てますね。社民党の中にもね、まだ名前も残ってますが、まあ、とにかく誤解にしろ何にしろやっぱり良くないことだというふうに潔く、まあ、ああいうものを書き加えるのは、適切ではなかったというふうに一言、謝罪されてはどうかなというふうには思いますが、思いますね、本当そう思います、もっと早い時期にね、もう期限内に、そうですね、一番最初に、そうなんですよ、はい、大体 なぜ書き加えたんだという話なんですが、まあ、でもその、市長選では、まあ、そういうふうに反対勢力から、まあ、誹謗中傷を悪くされた市長さんの方がちゃんと勝利されて勝たれたということですので、ご当選されて、本当に毎年、拉致の方やってくれてますし、学校教育の中で、はい、2時間も経ってしっかりやってます、やってくださる方です、はい、もう県議時代から一生懸命でしたからね、中野さん。あ、そうですか、ありがたいですね。でまたこういう方を市長さんにちゃんと選ぶ吉川市民の方もね、素晴らしいなと思います。はい、そう思います。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、はい、県議会、あ、ごめんなさい、市議会の議長さんも、今回の問題は全市議会議員にこの問題について共通理解させる意味で文書を回していただいたようです。なので、なるほど、はい、この事案については理解してくれているということで、おそらく、皆さんからきちんと謝罪しろよという声が上がったんではないかなと、はい、本来なら心の底から、ね、はい、反省の意図を示して自らやるべきなんだけども、まあ、議長のこういう動きがあった後で出したっていうことでね、そうですね、残念ですね、公人としてね、市議会議員としての公人としてもっと早く対応しないといけない、危機管理能力がない議員集団だなっていうふうには率直に感じましたね、そうですか。3月15日にやっと市民の会が返事があったということなんですね、イラストについて特別の意味とはございませんということの答え方が、そうなんですよ。いや、なんかモヤモヤはしますが、じゃあなんでしたのっていう聞きたい感じがしますけど、そうですね、はい、
でもね、一応は折れたつもりなんでしょうかね。はい。まあ、でもこれにこの件についてですね、はい、救う会福岡の仲間やこの問題を知った多くの方々から、はい、抗議文を送付したり、抗議の電話を入れていただいたり、はい、大変なご協力いただきましたことも、この、はい、問題の、まあ、一つの力になったと思いますね。この場をお借りして皆さんに御礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。大高さんに虎の門で話してもらうといい。月さんが書いてますね。はい、それも、一時考えました。はい、そうですか。はい、いやね、どうしてこういう印象操作とかしたがるんでしょうね。まあ、とにかく見つけたらすぐに対応するっていうことですよね。もう許さないということ、きちんと責任を持ってもらうということで、毅然として動いていかないとならないと思いますので、はい、今後もきちんと目を光らせていかないといけないなと思ってます。いろんな意味で。はい、はい、いやー、でもそこはね、ずっとこのツイキャスでも署名活動してたとも思うんですけど、いろんな地層の方がいるのは分かってるんですが、拉致問題についてはもうみんなで団結してよっていうふうに本当に思うんですけどね。その通りですね。本当そう思います。はい、本当に残念です。はい、まあね、はい、すみません、ありがとうございます。はい、はい、では次に、学校教育について、やはり若い人たちにいかに、この拉致問題を理解してもらうかということで、まあ、風穴を開ける意味で、はい、ちょっと動きがありましたので、ちょっとご報告と思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、でこれは桶川市立桶川西中学校で、今月行われた公開授業なんですね。ね、写真出てますけれども、はい、でこの公開授業を考えた動機なんですが、やはり我々署名活動とか集会参加者を見ても、大半がやはり中高年齢層が多いんですね。はい、うん、そうです。で、はい、高齢者の方が多いですね。若い方の参加が少ないっていうのは、はい、これは知らないんですね。横田めぐみさんのポスター大きいのをやってても、高校生の方に聞いても知らないっていう人がいるんですよ。うん、やはり教えられてないんです、学校教育の中で。なのでこれは学校教育できちんと教えていれば、もっと関心は高まるはずだというふうに思い、そのためにはまず先生方ですね、先生方も理解の足りない方多いと思うので、先生方が取り組みやすい工夫が必要だと思いました。そのためには授業の流れが分かる学習指導案、まあ、授業指導案ですね、これを作ったらいいとまず考えました。で、まず平成の21年に救う会埼玉所属の県議会議員を通して、拉致問題をどのように教育の現場で教えたらよいのかの指針ともいえる小中高校別の学習指導事例を教育の現場にいる教師に作成して配ってほしいと要望しました。すごい。そしたらその年の12月に埼玉県教育委員会発行の拉致問題に関する教師用手引き書が A4 サイズで4ページ作成されて配布されました。早かったです。だが内容なんですけどもね、小学校中学校高校ともにアニメ恵みを見ることが導入部分でこう入ってるわけです。うんうん、そうすると小学校で見た子たちっていうのは中学や高校でまた再び見たび、見せられても新鮮味はやはりちょっと落ちると思うんですよね。なので他に教材がないかと考えました。そしたらじゃあ作ろうじゃないかと、はい、いうことでいろいろ考えた結果、横田夫妻による、小学生中学生高校生向けのメッセージの DVD を作っ
ることに決めたんですね。そして、これ皆さんに時間は見えますでしょうか、うん、小学生向け4分14秒、中学生向け5分46秒、まあ、高校生には少し長くなります。7分、そうですね、あ、17分ですかね、17分23秒ということで、はい、あの年齢に応じて内容も分かりやすくってことですね。はい、これをこう、まあ作ろうということで、まあ、あの横田夫妻にこの趣旨を説明してご了解いただいた後に、はい、横田夫妻の活動の記録をずっと長い間初期の頃から撮影してきたプロのカメラマンの、田辺さんと一緒に、はい、あの横田夫妻のマンションを訪ねて、マンションの共有スペースの部屋で、はい、撮影しました。なるほど。で撮影した内容っていうのも、まあ、あのまあすごく良かったんですけども、やはり時間がどうしても長くなったりするんで、小学生向けだと導入部分で使わずにしてもやはりそう長く使えないので、よりこう、まあ、精選しようということで、全部あのメッセージを書き起こしました。そしてポイントを中心に編集して出来上がった DVD を、うん、まあ、横田夫妻に見ていただいて了解を得て作成いたしました。うん、なるほど。でこの作成した DVD の活用について、はい、やはりあの我々仲間の県議会議員の紹介で、埼玉県教育委員会の教育長とこの、横田夫妻の小中高校別のこの DVD の活用を求めて面談をさせていただきました。うん、はい、その結果、埼玉県内の全ての県立高校と支援学校で採用が決まりました。授業の実施率については後ほどまた、ね、画像で出していただければと思うんですけれども、うん、はい、やはり私立とかはちょっと無理だったんですけれども、あとは埼玉市はあの政令指定都市なんで、ちょっと違うんですけどもね、まあ、県立学校、うんうん、高校ですね、支援学校すべてで配布されて、授業が始まったということで、はい、まあ、結構スムーズにいきました。ありがたいことです。なるほど、はい、この請川西中学ですねでの授業の時もこの中学生向けを使ったということでしょうか。その通りです。はい、はい、その通りです。生徒の方々皆さん一生懸命見てくださってますし、あの黒板の方にはめぐみさんから奪われたものは何だったのかっていうふうなこういう意見も生徒さんからちゃんと一人一人の見たり感じたことを聞いてもらったということなんですね。そうですね。で、うん、今回はまあ、小中学校というのは市の教育委員会の管轄なんですね。なので、はい、各市の教育委員会の教育長に要望していくことが必要になります。なるほど。 どこかの市で採用または公開授業を行っていただくことが一番いいんで、模索していたんですが、そこで浮かんだのがやはり埼玉県議会議員時代、あの中原議員と同じように熱心に、はい、拉致問題に取り組んでいただいていた小野桶川市長、今桶川の市長になってますけども、はい、この方に昨年 DVD、 この横田夫妻の DVD をお見せして、ご検討いただいて、まあ、できれば教育長とか、ね、面談したいんですけどというお話ししたところ、昨年12月1日に桶川市が主催の拉致問題啓発集会の際に市の教育長と面談が実現して、まあ、この20分ほどの時間で、うん、この DVD の活用について要望をさせていただくことができました。まあ、これも小野市長のおかげだと思っています。はい、でいやですごいですね。うん、今年になって3月5日に桶川市立桶川西中学校の3年生のクラスで拉致問題の公開授業を開催いただけると連絡入り、うんうん、はい、マスコミもいいよということだったので、新聞各社の参加も OK だということだったので、お声をかけて、
産経新聞、読売、朝日、埼玉新聞、うん、東京新聞が取材に来てくれて、すごいですね、各社、はい、全部記事にしてくれました。埼玉ね、そうです、はい、皆さんデジタル版ではまだ今も残ってますので、はい、そうですね、ラティスペース授業でやるといろいろ出てくると思います。出ます、出ます、はい。こういうことをね、やっぱりこう全国に先駆けてやってくださる空海埼玉さん、ありがとうございます。はい、朝日もですよ、はい、そうですね、で結構朝日新聞も東京新聞も各社授業に見入ってまして、いやあ、そうですか、終わった後、はい、とても分かりやすい、いい授業だったねって、記者同士で話してみても聞きました、はい、なるほど。あの教師と生徒の信頼関係ができていて、まあ、生徒の反応も良かったし、かなり集中力を持った内容で、はい、みんなにも見てもらいたいぐらい素晴らしい授業だったですね。あ、そうですか。で、この授業の一番のポイントっていうのは、とかく拉致問題って、死に生まれたような子どもたちですから。そうですよね、本当ですよね、包丁のあの時に生まれた子たちですよね。そうなんです、なので拉致問題は昔のこと、または他人事っていうふうに考えがちな生徒たちをいかにこの思いました。そうですね、そこを、はい、この若手の先生はもう見事にポイントついてましたね。ああ、そうですか。めぐみさんは普通の皆さんと同じ中学生だったっていうことで、はい、お話ししながらアニメめぐみを拉致をされたシーンまで見せて、やはり身近に感じさせていました。それから、めぐみさんから奪われたものを発表させたんですね。で、はい、生徒さんからは家族と過ごす時間が奪われた、友達との楽しい時間が奪われた、未来を奪われた、自由を奪われた、恋愛することを奪われたとか、すごくそれぞれ関心事項を挙げていくことで、それがすなわち自分たちがこれからやりたいことと一致するっていうことに気づかせて、拉致問題が他人事ではないというふうに実感させたんです。先生からの働きかけがありました、はい、これ言葉で言うと あまりこう感じないと思いますが、すっごく先生の語りかけ、まあ、ポイントをついてましたね。これは本当に、そうですか、ビデオを見てもらいたいぐらいに素晴らしいものだったですね、はい、でこの先生もブルーリボンバッジをつけてくださってるんですね。つけてるんです。そうなんです、はい。で、うちの会で救済祭典を作ったその横田夫妻のメッセージ DVD を皆さんに見せました。で、見せた後、はい、この拉致問題について自分はどう向き合っていくのかっていうことで問いかけて発表させました。まあめぐみさんの辛い体験を想像すると鳥肌が立つ思いだったという感想を述べる子もいれば、自分たちでできることを考えて行動したいっていう男の子もいたり、知ったことを周りに話していきたいっていうすごく前向きな反応もありました。本当ですね、これは授業大成功です。本当に、いや、ということで、若い方々のね、そういうね、生の声っていうのは、そうなんです、いや嬉しいで、嬉しいですよね。いや本当です。で、その後もすごく働きかけが畳み込むようにいいんですね、拉致被害者のうち、まだ帰国していない被害者がいるんだぞということで、特定失踪者という言葉には触れなかったんですけども、まだ解決したい現在進行形の問題であることをしっかりと押さえてましたね。なるほど。その後で、北朝鮮側のスタンスや国連での拉致問題についての取り上げ、トランプ大統領のこの問題に対する発言や家族会支援団体の活動などを新聞記事を引用しながら丁寧に紹介してました。でさらに、後半の、終盤ですけれども、若者のこの問題に関する関心の低さをデータを引用して紹介、
そして関心を持ち続けることは大切なんだぞっていうことをしっかり押さえてましたね。で、一番最後には教師自身がつけてるこのブルーリボンバッジの意味についても生徒さんたちにきちんと説明して授業は終わりました。盛りだくさんの内容を、先生がちゃんとブルーリボンの、意味全部バッジの意味をちゃんと説明してくださったんですね、はい、そうなんです。ああそうですか。僕の町は本当に真剣に本当に真剣に本当100点満点差し上げていい授業だと僕は思いましたね。あ、はい、妨害行為とかはなかったのですかというコメントがありますが、そういうのはなかったですか。なかったですね、これは。はい、はい、なかったです。いやこれ、せっかく全国に先駆けてね、やってくださったのから次回、うん、その次っていうふうにこうつなげてやっていきたいですよね。そうですね、昨日も桶川市長と電話でちょっとお話しさせていただいたんですけれども、桶川市内は比較的この人権問題、はい、拉致問題について反対する動きはあまりないって言ってましたね。なので、各中学校でも広げていっていただけそうな感じで、はい、来年以降もやっていただきたいと思いますね。でもこれ ね、ビデオに撮っておきたかった。そしたらそれを代々、先生方が見てね、やれば自信持てます。あ、こういう流れでやればいいんだっていう道筋ができたんでね、これはね取っときたかったなって気がします ね。やっぱちょっとそこは難しかったんですけど、ね、生徒さんの顔が映るとかそういうことも、うん、まあこれは教師用ということだったらね、学校側が取ればいいわけですからね、はい、なるほど、もしかしたら何クラスかありましたんで、前にも2クラスかなんかこう、はい、前段で同じような授業をやって本番に臨んだっていうことなんで、1回目2回目で撮ってるかもしれないですけどね。でも今回のはすごく良かったんで、はい、これは撮ったら僕内緒で欲しいぐらいでしたね、DVD もうみんなに。いや本当そうですよね、はい、まあお顔の処理ぐらいはねできますからね。そうですね、そうですか、あと感想としてはやはり前半のそういう自分たちの問題に近づけて考えさせる工夫が成功してすごく反応も良かったですし、感想とかも書かせてたんで、それはちょっとまだ入手できてないんですけども、かなりいい反応があったと思います。また学習指導案もこの授業指導案もすごくよくできていましたんで、許可ができたらね、はい、降りたらこの DVD とともに広げていきたいなとは思うんですが、今まだ教育委員会さんの方でこの指導案はね、まだ修正の余地があるっていうことで、現状の指導案はまだ不特定多数への公開は無理な状況で、完成版と言われるものができたらいただくことにはなってるんで、それはまたね、機会あればどんどんと拡散したいなとは思っております。はい、わかりました。ありがとうございます。今後の埼玉さんだけが頑張ったらいいということではないので、全国に広げていきたいと思います。そうなんですね。素晴らしいですね、本当に。はい。で、今後の課題というか対策なんですが、拉致問題に関心を持っていただいている、小野市長のようなこういう市長、今度中原市長にもこう持っていこうかなと思ってますけども、こういう市長を探して桶川市の例のように、市長や教育長に要望してみたいと思います。なるほど。ここで皆さんにちょっと呼びかけですけども、皆さんの住んでいらっしゃる市で、市議会議員とか市長さんをご存じならば、今回のように、拉致問題の授業の実施率を調べていただいたり、これもそれなりに圧力になると思うんですね。やれよっていうことでね、翌年以降。なるほどなるほど。あと、はい、横田夫妻へのメッセージ DVD の活用の桶川市中学校の授業の話をして、この DVD の活用についてね、また活用と同時に公開授業もしやっていただければね、そういうことも要望していく取り組みも面白いのかなと思うんで、もし皆様のお知り合いで、はい、そういう市長さんや市議会議員さんいれば、ちょっとこの実施率調べたり、こういう授業 DVD の授業やったり、それを公開授業でやったり、
取り組んでみないっていうことを働きかけてくれると、いいなと思います。必要な、ね、資料とか、ね、DVD はね、必要に応じてどんどん送りますので、使っていただければと思います。ありがとうございます。はい。今ちょっとアップにして出してみました。これが埼玉県の平成30年度のアニメ恵みの活用率です。素晴らしいでしょ、皆さん。はい。小学校で 98.2%、中学校で 99.4%、で高校でも 78.4% と、これだけのね、うん、達成率です。これもね、本当にね、こんなにすごいと皆さん、はい。いやー、竹本会長ありがとうございます。はい、はい、本当にすごいでしょう皆さん、はい、すごいと、ぜひ褒めてくださいね。 100% なかなか難しいかもしれませんが、ここまでね活用されてる、ほぼ100点と言っていいでしょうね。やっぱ支援学校はちょっと下がるのは、うん、難しいところもあるかもしれませんが、はい、皆さんの 市のね、市長や市議会議員にぜひそれを働きかけてもらいたいなということと、今年は拉致問題に真剣に動いてくれる議員を選べる絶好のチャンスの年なんですね。なので、実際に動いてくれる議員をみんなの力で当選させましょう。やはり地方議員、また参議院選挙もありますし、もう動いてくれる人を当選させれば、その人に、対してまたね働きかけていろいろなことできると思うので、できればまあそういう力のあるやってくれる議員とはコンタクトを、ぜひこの選挙期間は議員がもう握手しにどんどんと接近していきますんでね、名刺交換したり、ぜひ知り合って当選させて、そしてその人を窓口にどんどんとこの議会にいろんなことを提案していければいいなと思うんですね。もう埼玉だけだとやはり47都道府県の一つですから、やはり全国の皆さん今聞いてますので、はい、ありがとうございます。ぜひやっていただければなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。29年度に比べても上がってるんですね、埼玉。すごいですね。そうですね、はい、そうですね、議員の、この埼玉の、ね、議会の議員先生も働きかけてくれるんで、結構、うん、はい、はい、埼玉の、ね、活用率皆さん覚えてて、埼玉がこれだけ頑張ってますよというふうに、皆さん自分の自治体の、市議会議員さん、県会議員さんにぜひ、お話しください。よろしくお願いします。はい、私もやりますね。はい、ありがとうございます。この、小学校中学校向けの、DVD は埼玉県下の小中高には皆さんに送られたということなんですか？アニメ恵み、いえいえ、横田茂さん、佐々木家さんからのメッセージのこの DVD なんですが、はい、これは県立のみですね。高校と支援学校のみです。あ、そうなんですか。はい。というのは、小学校、はい、中学校となると膨大になりますし、また管轄が違うわけですよ。県教育委員会の管轄はやはり県立高校や支援学校ですよね。で、はい、市は市の教育委員会の管轄になりますよね、小中学校は。そうなんですよね。はい。なので個別にもうその市ごとにこう当たっていくしかないんですね。はい、わかりました。はい、うん。ということで、横田夫妻からのメッセージの DVD の実施率っていうのもね、ありますので、はい、こちらはまだまだこれからですね。高校 で、 いやでも半数近くが、29年度 42.1%、はい、30年度で 54.3% ですから、まだこれからもっともっと実施率を上げていく余地あり、ですね、
今度は高校でも公開授業をお願いしてみようかなと思って。拉致問題の授業をねやっているということ自体が本当にね素晴らしいなと思って、はい、うん、こういうね実施率を調べてくださっているのはあの鈴木雅人県会議員さんが ね、まあ、あのブログでも書かれてました。副代表やっていただきましたね、はい、はい、で予算特別委員会とかでも質疑を知事さんにしてくださったりとか、そうです、はい、しています。はい、ありがたいですね。皆さんもぜひあの志のある議員を見つけて、親しくしてその方の力を、ね、利用させていただいて、結果を出さないといけないですからね、やはり。そうですね、はい、いややらなきゃなという気持ちに、なってきましたね。ちょうどね、今春休みで新しいカリキュラムを組んでる途中ですから、いいんじゃないでしょうか。学校に働きかけやっていきたいと思います。私もちょっと地元でいろんな、子供が行ってた学校とか電話して聞いてみようと思います。はい、もう小さいところ、自分でできるところからでいいんで、声をどんどんと出していく。そうですね、放送を聞いてくれるという人たちが、皆さんが知事選一歩を踏み出してくれれば、必ずそれは大きく大きな力になりますんでね、ぜひお願いしたいと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。でちょっと私の方からこの拉致問題の解決っていうことについて、ちょっとまた私の意見であり、うちの会の多くのメンバーも共感してくれてるんですけれども、やはり、拉致問題解決っていうのは全ての拉致被害者救出、これはもう大前提です。と同時に、僕は思うには、二度と外国工作機関によって罪のない同胞が拉致されない体制作り、これも重要な課題であると思うんですね。スパイ天国日本なんて言われている状態、やはり工作員やそういうスパイですねを防止するためのスパイ防止法もない、先進諸国にあるのに、また統合的な情報機関もないということで、やはりスパイ防止法とか統合的な情報機関や憲法を含めた法整備もきちんと必要ではないかということで、まだまだこの二度と拉致を許さない国づくりのためには戦いが続くなと思います。でそのためには継続的に戦い続けられる組織が必要なんですね。なのでうちの会では、なるべくウイングを広げて多くの仲間を吸収していく必要があると私自身思ってるんで、来るものを拒まずみんな、ね、仲間ということ でその中からやはりネットに詳しい人とか、会計や数字に詳しい人とか、面接に優れている人や企画力ない人、性適所役割を与えて配置してこそ組織が機能的に動くもので、自分の気に入ったものだけで固めている組織っていうのはなかなか大きく育たないんだなっていうのは、いろんな組織見てて気づきます。なので代表の僕の役割っていうのは、皆さん一人一人の歯車の潤滑油であり、それぞれ一人一人がいい音色を出す楽器だとすると、オーケストラの指揮者になって、みんなをまとめていくっていうことだと思うので、なるべくウイングを広げれば優位な人材が集まるんで、それをいかにこう、パワーにしていくかということでやってます。でこれを聞いている皆様にも、地元でも多分気持ちの合う人っていると思うんですよ。 2、3人集まれば小さいながら組織活動はできます。必要な資料とかチラシとか必要だったらどんどん送りますんで、まず近くの駅で、街頭活動などに取り組んでみてはいかがでしょうか。最初はね、ただマイク持たないでチラシ配るだけでもいいんですよ。みんなで力を合わせてやっていく、この経験で、その結束というか絆がどんどん強まってくるんで、やはりやってれば必ず仲間は増えてきます。継続してやってれば仲間は増えてきます。で近い場所だったら我々も応援に行きますんで、ありがとうございます。関東圏内ぐらいですけどね、行けるのが、あとは、全国各地でやはりそうやって草の根の運動が活発になれば必ず夜に反映してきます。そしたら状況は必ず動かせます、
まずはできるところから行動を移してみることだと思いますね。皆さん一歩出してくださいね。あの小さい一歩でも構いません。何でもいいですよ。あなたの今いるところから一歩だけ、まだね、ブルーリボンバッジをつけてない方はつけてくださいって、署名したことない方はよかったら署名をご協力お願いします。で、署名も何回もしてるよって方、前もって、活動の日を知ってですね、お手伝いにぜひ出かけてみてくださいって、なかなかそういうところまで行けないんですって方は周りの方に話していただく、学校の方にポスターの掲示とか、こういう教育していますかっていうふうに、呼びかけをしていただく。でまた皆さんの地元の市会議員さん、県会議員さんといろんなお話、拉致問題について、ぜひしていただけたらありがたいです。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。スクーカイ埼玉さんのね、前回もあのブルーリボンバッジをご紹介しましたので、今日もご紹介したいと思います。 ありがとうございます、はい、こういうふうに裏側に再会、拉致、希望と3文字刻まれてるんです。で、欲しい方は、ゆうちょ銀行で振り込んでいただくと送付されますので、はい、今出しますね。はい、はい、見えますかね。はい、バッジ何個というふうに記入していただいて、バッジ費用をゆうちょ銀行00150-727165スクーカイ埼玉さんまでよろしくお願いします。10個、はい、5000円分申し込んでいただけると11個、1個プレゼントということで、はい、お得なんです。ですごく綺麗ですよ。色もね、本当に綺麗で、この写真がね、さっき出してた写真が結構本物に近い色ですね。ブルーリボンでもちょっとね、なんて言うんですかね、ちょっと爽やかな色というか、はい、クリップになってまして、はい、あ、スクーカイ埼玉のホームページも月さんが貼ってくださってます。ぜひよろしくお願いします。あ、買いましたという。あ、そうですね、この、あ、違う、これは違うですね。あ、違いました、すいません、これはあ、すいません、このタイプですね。はい、すいません、すいません、さっきのはね、ごめんなさい、塩風さんでしたね。はい、はい、はい、私もね、これよくつけてます。福海斎藤さんのやつ、藤田さんもつけてます。はい、うん、ね、いろんなパターンがありますが、うん、ぜひお申し込みください。はい、再開、拉致、希望と、あ、ステッカー配りますとサンビエンスさんが、30日ですか？缶バッジの方はね、ちょっと待ってくださいね。お写真撮ってきたいんですけどね、下の方から撮ってくると切れてしまう可能性があるんで、ちょっと喋っててください。竹本さん、すいません。あ、はい、いいですか？では、はい、お話ししてください。今日の街頭活動なんかでも、最近よく言うことなんですが、やはり、はい、街頭活動はね、無関心な通行人など本当に多いわけですよ。まあ20人に1人ぐらいがチラシ受け取ってくれるぐらいですから、すいません、やっぱ切れましたね、ごめんなさい。下の方からお写真撮ってくると、やったわね、やりました、すいません、下の方からね、お写真撮ってくるとね、切れるんです、すいません、竹本代表、申し訳ありませんでした。ツイキャス切れましたので、もう一度コラボの、受話器マークを押してくださいませ、ね、上の方に持ってくるようにしてるのに、すいませんでした。はい、
がってくださいました。あ、大丈夫ですか。失礼いたしました。はい、すいません、なんか一人で喋ってました。すいません、いやいや、私の方こそ。はい、じゃあ話していいですか。頑張って出したかったんですが、はい、すいません。いいですか。はい、はい、どうぞ。あ、じゃあ無関心な人たちにはですね、発表では拉致された可能性が排除できない失踪者数は868人と発表しています。まだ日本国内には拉致に関与した工作員や協力者が多数潜んでいるわけです。再び北朝鮮が拉致を指令したならば、彼らはプロですので、ほぼ高い確率で拉致していきます。その対象が皆様自身や皆様が大切に思っている方々になるかもしれません。拉致問題解決を求める世論の高まりは、二度と拉致を許さない力となり、私たちの安全を守ることにもつながるのです。ですから関心を持ち続けてください、というような話をしています。今日も、熊谷駅北口前でもそのように訴えました。やはり自分たちや自分たちの愛する人たちを守るためにも、もう二度と拉致を許さないと、もこの問題に風化させてはならないっていうことを、言うと、ちょっと振り返ったり、専門家に寄ってきてくれたりする人もいました。なるほど、なるほど。はい、自分のことに近づけないと、やはり他人事で思っちゃう人多いんですね。うん、本当に潜んでるわけでたくさんいますよ、日本国内。おそらく拉致に関与したり協力した人たちが、はい、でまたその方たちが、いますね。結局証言も聞けないままみたいな状態なんですが、そうですか。日朝の小泉訪朝の時に生まれた子がもう中学生3年生ですか。そうです。やはり先生の働きかけ次第では、本当に我がことのように思える、はい、特に中学生は、めぐみちゃんが中学生だったですから、もう結構感じるものあったみたいで、いろんな発言出てきましたからね。なるほど。自分のこととして、だからもう子供たち、はい、純粋な子供たちに、やはり若いうちにうまい具合にこう働きかけしていく。だ、先生の、技量も必要ですよけども、分かりやすい指導案と、こういうこの動画を見れば授業の流れつかみやすいよっていうものも作っておくと、教育の現場でいいかもしれませんね。そうですね。はい、ね、工作員たくさんいますね。スパイ防止法もない日本ですから。そうですね、与党校の亡命者たちの秘密工作。なるほど。でやはりこれはアジアに目を向ければ、本当に北朝鮮のもう人権侵害はとんでもない話なんですけども、同じように、はい、中国もね、中国共産党による、民主化運動の大弾圧とか、ちょうど天安門事件から今年で30周年なんですよ。6月4日だったかな。なので、こういう問題や、あとはウイグル、チベット、南モンゴルなど少数民族の大弾圧、また虐殺、特にウイグル民族は指導層を中心に100万人以上強制収容所に入れられていますよね。で中にはやはり法輪功の人やウイグルの人たち、臓器売買されてるって殺されてるっていう話も耳に入ってきます。こういう、最悪全体主義国家による人権弾圧との戦いっていうのは、やはり今を生きる私たちの責任であり使命ではないかと僕は思うんですね。なので僕は一生かけてこの拉致問題を含めて、この問題の解決のためにですね、戦いを挑み続けたいなと思っています。ありがとうございます。本当に頭が下がります。竹本代表、
毎週のようにこうやって、まあ、署名活動があったり、それ以外にも、解放の、ね、あの送付とかですね、の活動でお体は大丈夫でしょうか。お疲れになっていませんか。疲れててもやはり目標というか、そうやるべきことがあればやりますよね。やはり、生かされているわけですから、生かされている以上何らかの使命があるわけで、僕は僕自身この問題解決することが使命かなと思っているので、やはり生活の中心にしちゃってますよね。はい、そうですね。仕事と両立させなきゃいけないんですけどね、どうしてもその傾向はありますけど、はい、はい、ありがとうございます。まああとですね、このツイキャス、はい、本当に使命はね大きいものがあると思うんですよ。あ、いえいえ、こうやって喋ってて、もう全国のいろんな人たちとつながって、うん、そして知識や経験を共有できるじゃないですか。もうこの、そうですね、ありがたいです。すごい大きいものがあります。なので、ね、あ、いえいえ、まあ、この拉致問題解決 するまでですね、はい、ぜひ健康に気をつけて、なんだ仕事をしながらなんでね、大変だと思いますが、まあ、天からのお役目として、はい、思っていただいて継続していただければと思いますので、ね、これからも大いに期待して、竹本さんにそう言っていただけたら頑張れます。本当に私はこういう拉致問題に関わりだしたのはまだ多分4年女性になってから活動っていうのがやっとできるようになりまして、それまで何十年も頑張ってきてくださった方々っていうのがいたからこそ、いまだに風化せずに来れたんだなと本当に思うんですね。で、日本政府ももちろん安倍内閣になってから拉致問題対策本部とかできたり、こう大臣をまあね一応大臣に作ったりとかはしてますが、よく今まで、この運動が風化せずに来れたなと思うぐらい妨害されてきた勢力っていうのもあることもよくよく分かりましたし、いまだに拉致問題を風化させたいという反拉致の活動があるっていうのもよくよく分かりましたので、もう関心のない方に、まあ、ちょっと残念だなと思うよりも、そういう人たちとの戦いがあるんだなと、そこは残念ながら自民党の中にも、政府中枢の中にも外務省とか、まあ、そういう 官庁の中にも拉致問題を風化させたい勢力っていうのがあったのに、これだけ、諦めずにずっと被害者ご家族を支えて励まして、自分たちも何としてもというふうに活動されてこられた先人の方々に本当に心からもう敬意しかないんですが、本当にありがとうございます。はい、まあ、知った人間が行動しないとどうしようもないですからね。やはり知った以上は行動しないと、というのは僕の、はい、考えなんでね、はい、あとですね、はい今回こう、そうになりますね、全体、はい、全体を通して、ちょっと言いたいのがね、やはりやはり下から改革するのもいいんですけども、まあ役人も含めてですね、上の指示には従いますんで、何事も上から要望を、ね通せるようにしていくといいと思うんです。例えば外務省の課長補佐のところ行っても、
なかなか上に上がらないんです。だから例えば外務大臣政務官とか外務副大臣とかそこにパイプがあればどんどんとこう上に上がっていったり、また下にそういう分案じゃダメだよっていう圧力をかけてもらったりできるんですね。いくつかそういう経験ありますので、ぜひ皆様この選挙のこの時期に将来活躍しそうな議員と、また、まあ、するかする素質はあるけどもどうだかなっていう人たちは皆さんが教育すればいいんですよ。そして育てていけばいいんで、この選挙イヤーのこの市ぜひ優位な人たちとパイプを持っていただきたいです。そうすれば必ずそういう人たちはそれなりのポジションになったらちゃんとパイプ持ってれば動いてくれますから。なので僕らは50カ国の大使館訪問やりましたけど、やはり 5,60 人以上の国会議員のところを訪問しました。まだ1年生議員や2年生議員だった人たちが今はもうやはり政務官とか副大臣になってるわけです。やはり種をまいておけば必ずそれは実ります。なので、今やってることがどうなるのかなっていうことよりもできることをやっていけばその種まいたものが必ず実が出て刈り取って結果が出せるようになると僕は僕自身のこの経験で感じましたので、はい、行動が大事ですね。種をまくっていう行動がね、はい。またそういう時にどうしたらいいですかっていうようなちょっと悩んでしまったりアドバイスが欲しい時なんかは竹本さん教えていただけますでしょうか、はい、お忙しいと思いますが、もう僕の携帯電話はもうネットに載ってますんでいつでも、はい、はい、まあ、夜中じゃなければご相談していただけるそうです、はい、皆さん、はい、この力強い心強い先輩にぜひご相談してみてください、はい、ありがとうございます。いや、なかなか皆さんね、それができるかなっていう不安もあると思いますけど、うん、できますよ。できるということです。最後に一つだけ、はい、一つだけ、うん、僕は結構歴史が好きで史跡巡りやってるんですけどもね、やはり歴史を見てみると、はい、やはり今はすごく大きな時代の分岐点に来ているように思います。アジアの情勢も含めて考えて、でやはり歴史っていうのはやはり動かしていくのは高い志と行動力を持った人たちによって歴史は作られてきています。なので私たちの力でやはり皆さん高い志とこういう放送を聞いてくれてるんでね、高い崇高な、ね、志と持ってると思うんです。あとは行動力、これを持って動いていけば必ず時代良くなるし、私たちの力で次世代に誇れる日本をバトンタッチしていかないとならないと思うんですね。それが今は生きる私たちの責任であり義務であり使命じゃないのかなと思うんで、共に一緒に行動してまいりましょうということを一言最後に言って、はい、おきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、もうはいしかないです、答えは。そうですよね、人はやっぱり人のために尽くしてこそ喜びだと思うんです。私はやっぱり自分が幸せになったってね、喜び分けられない、誰かのために尽くしてこそと思ってます。このね、大好きな大切なこの日本を今よりもっといい国にしたいし、でこの国から奪われていた人を一日でも早く取り戻したい、その気持ちで、竹本代表を見習って目標として私も頑張りますので、これからもよろしくお願いします。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、シェリーさんのことは僕こういうことできないんで、やはり前稲川さんがおっしゃってたようにそれぞれ役割分担あると思うんですよ。役割使命が、はい、本当に、はい、尊い仕事されてると思うので、いやいや、継続していただければと思いますので、はい、ありがとうございます。もう恥ずかしくないように真面目にやっていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。
はい、はい、ではありがとうございます。はい、はい、皆さん失礼します。すこかい埼玉の、竹本博光、代表でした。ありがとうございました。お礼を、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張りましょう。はい、はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。すこかい埼玉さんの勢いに個性やりたいなと思います。はい、あ、今黒坂先生が竹本さんありがとうございましたとコメント書いてくださいました。はい、ありがとうございます。ちょっとこのお写真を見てください。はい、すこかい埼玉さんが上野公園で、30日に救出署名活動をするわけですが、その時間帯とちょっと被るんですが、フジテレビで独占取材、北朝鮮拉致前略めぐみちゃんへ横田夫妻最後の戦いというドキュメンタリードラマがあります。菊池桃子さんが、横田早紀江さんですね、多分、はい、で勝村さんが横田茂さん役をされるようです。そうですね、ピョンタさん、春休みなので、若い方にこういうドラマで見ていただきたいなというふうに思うので、ツイッターとかで頑張って告知もしたいと思います。はい、ドラマがねあるんです。今月さん書いております。これね、関東ローカルなんで、私神戸なんで多分ちょっと見れないかもしれません。はい、30日土曜日3時半からフジテレビでドラマが放映されます。山猫さんもしかしたら見れないかも。そう、ね、関東ローカルなんですって。はい、ちょっとね、私見れないかもしれないです。見た方ぜひまた感想を教えてください。そうなんですよ。でもね、後でまた地方局で再放送があるといいですね。できたらね、全国でやっていただきたい、ね、YouTube でね上がるとね、すぐやっぱりね著作権とかで多分上がるんでしょうけど、すぐねやっぱ消さないとダメになるんでね、まあ本当は違法ダウンロードはダメなんです。はい、ちょっとね残念だなと。でもせっかく民放でねドラマでやってくれるんだから見たいなというふうに思うんですけど、ちょっとね残念です。はい、今日お話ししていただきましたすこかい埼玉の、はい、竹本代表の活動の応援にもなりますので、よかったらこのすこかい埼玉さんオリジナルのブルーリボンバッジの購入よろしくお願いいたします。はい、で30日土曜日お手伝いできる方は10時からよろしくお願いします。街頭署名活動10時半から1時半までの3時間になります。ねえ、誰かね録画してね送ってほしいな。誰か関東の人にお願いしたいなと思いながら、来週のゲストのご紹介をいたします。はい、先ほどコメント書いてくださいました黒坂誠先生が、久しぶりにご出演してくださいます。はい、本当に久しぶりに出ていただけると思います。大阪経済大学経済学部の教授です。
はい、アジア人権人道学会理事をされていらっしゃいます。かつて、全国協議会の、副会長もされていらっしゃいました。北朝鮮の、金王朝体制の批判もずっと続けていらっしゃいますし、ブルーリボン芦屋西宮の代表でもあります。はい、黒坂先生はもう多分初期の初期、本当に初期から拉致問題に関わってこられました。家族会も何もできてない頃ですね。その頃からそうそうそう、黒坂先生ね、銭形平次を歌います。カラオケではね、銭形平次を歌ってくださいましたね。これ私が撮った写真なんですが、これは JR の芦屋駅の北口になります。黒坂先生は毎月この芦屋駅で何年この救出署名活動をされてこられましたかって私が聞いたら、18年19年ぐらいになるかなみたいにさらっと言うんですよ。毎月毎月18年19年皆さん毎月必ず続けてきたことってありますか。ね、できません、なかなか。本当にたまたまお手伝いに来られていらっしゃる方が誰もいない時でも一人でもされてます。本当に意志が固いんです。ね、本当そうなんですよ。20年ですよ。私ね、月さんあんまりいろんなこと書かないようにしてくださいね。竹本代表もそうですし、黒坂誠先生もそうですし、こういうね、拉致問題をね、長年ずっと救出にご尽力いただいている方っていうのは本当に意志が強い。でそこにはやっぱり使命、自分がやらねばっていう気持ちと、こういう人がね、私本当はね、本当の意味の人権派だなと思うんです。人をね、救うというね、人命救助っていうのの本当に実践されていらっしゃる方ですよ。はい、黒坂先生、また皆さんが、そうだったのかという、もう古い話から最近のことまで、やっぱり詳しいです。北朝鮮の今の情勢なんかもお話ししていただきたいと思いますし、北朝鮮というのはこういう体制なんだよということも、本当に優しい言い方です。本当に気さくでね、優しくてね、笑顔も優しくてね、いつでも温厚で言い方です。黒坂誠先生が来週ゲストでご出演してくださいます。貴重だと思います。黒坂先生のね、お話、ぜひ貴重なお話聞いてください。私ね、黒坂先生がこうやってね、芦屋駅でね、淡々とね、一生懸命訴えてるお姿とか、今日の竹本代表もですけどね、こういう方が神様のように思えますね。男だったら一つにかける。はい。はい。よろしくお願いします。黒坂先生、特定失踪者についてどうお考えか聞いてみたいです。なるほど。はい。はい。皆さん、お疲れ様でした。では、来週、ブルーリボン芦屋西宮代表。はい。元全国協議会副会長、大阪経済大学経済学部教授の黒坂誠先生がご出演してくださいます。よろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。おやすみなさい。
上げた空は続く。思いも必ず届く。響き合い広がる。